さて決勝ですよ。ウンデル、ヒカルくん、バブカプさんチーム VS、立川マルフォイ、ビズ・ビーちゃんチーム。ちなみに、はい、レボー1僕とファンチーム、はい、これ、はい、1回戦3盾、ヒカルくん、次バブカプさん盾、今つまり初戦ウンデルの何何そのなんか3割打てればいいかなみたいな。だけど今日立川マルフォイがいるじゃないですか。で水木のカルルが被ってる帽子はおそらくホグワーツの組み分け帽子だ。グリフィンドールっていうやつ。まあ水木はおそらく挙動中以下のレイブクローかなんかだと思うんですけど。そうだね、水木は 100% グリフィンドール、スリザリンとかその辺ではないんですね。そういう目立つ人間のいるところだったら多分彼はホグワーツスタイルするでしょうから。そうレベル6ボトルか。さてこの組み合わせなんですが、一度やればゴブみたいな空気は昔から漂ってるけど、これはきっちりやってると言えるんだろうね。今勝つから、ね、今勝つから見てろよ。お尻すだけど出ますよ今日は。まあ、これ不老不死元の女の子。おっとエクスペクトパトローナーム、組み分け帽子の勝利ですね。弱っ何その名前、何タミゲさあ、ハリーポッター見たことない。メガネかけてんのにハリーポッターご存知ないヒカルくんが登場。さあ組み分け帽子、水木はヒカルくんにどのような裁定を下すのか。さあ白面カルル、まあ、これもきっちりあればなんか白面いけるみたいな感じですけど、アイリングキャラパワーの面で若干の不安がある白面を、ヒカルくんどのように使って、水木を下していこうというところなのでしょうか。コパ当ててダメージリードは、まだそこまでは2000程度ですかね。これはひっくり返る可能性がある。しゃがみくらいからクラッシュ取りが難しいトンボを伸ばしてパンチ。おっと逃げだけ、これは、仕込まないですね。右さあで低打でカットできて、すいませんプレッツァ。さあバーストストックが点灯しているまま白面に順番なゲージがあるんですが、これどうやって使うのかしら。さあペンペンペンからここはデータ逃げて姉ちゃんがぶっ壊れる。こうなると何かが起こりを感じするぞ。時間を稼ぐ、危ない。ああ死んだ。バーストいって、ああ死にましたね。さあしかし死なない。もうスレッドの挟み込み、マンダービデルユニット起動は2番プッシュから危ない。まだ死ぬ、これでカンダさんに引き返してもう一度カウンターされた。これでゲージはなくなった。しかし単価が高い白面なら、一発当てればカルルタイムの引き返ってしまう可能性は十分にある。そして無効力が僕は逃げていく。これは水木非常に集中できていますね。素晴らしい。レボー2アクション。さて2015年初めに、景気よく、5万円ほどお買い物をしているヒカルくんなんですけれども、そのパーッと使った気分の良さでこれは相当いい動きできる気がするんですよね。しかし
体力差は半分ほど。しかし先ほども、一瞬の、もつれ合いから、サルメイカやられてしまいましたからね。さあ美味しくない美味しい、いろいろあって、みんな呼びつつ画面合わせ落とし、これはもうカウンターさんの無理はしないよ。で、ネッツァしっかり当て身を取っている。コンプリオン、カウンターでも減る恐ろしい技。このぐらいの時間帯になってくるとなかなかバカにならない。しっかりともビビらしていく。少し確か、今作のエンマは指導補正自体はそこそこいいんですよね。けど、悪いの悪いの、なんぼ400だけど、乗算は72。4。けど、指導はいいから、画面端でああいう拾い方ができるんだったら、ない、ない、弱い。革命使い的に結局弱い。あ、そう、ごめんね。拾いやすい、とても拾いやすい、優しい。さてファイナルラウンド、ファイナルラウンドの前半戦は革命使いと、かつて革命を使っていた人間と、エッパに対する、強烈なバッシングで終わってしまいましたが、申し込まない。続いてはめっちゃ状態やりすぎー、やりすぎでーす。さあさあ、6006勝と景気のいいこと言っていたヒカルくんだが、これで終わりまーす。お疲れ様でーす。組み分けも必要。今週ノルマクリア成功つって書いてある。ええことや。 The Wheel of Fate is turning.レバー1。いやでも水木がいいレバー2はどうだ、ここかわいい、どうこれもせん、あっ高専は見つけてる、助けてレバー、助けてレバーだ、はい、何だカル、こっちだ、秋田青森の帰国、何だ通称黒の書を撮影、ここ前レバーだ、水木のクラスメートに今ここは何だここは敵だ、倒す、ものすごい倒したじゃん、どうここはマジで行け、レバー、次の防衛がやってる、ここはロイド、さあまだ動くすぐ、ここはまだ動く、ロイドやれ、これは2個目、まだたくさんあるの。俺個人的にはグリフィンドール集がするんですけど、グリフィンドールっていうのはロイド主人公のグリア集が集まる、で、それなりがドキュン、まだ終わらせる、で、レイカー・クローが、キモーターっていうか、なんか、増票、MC みたいなレイカーで、ハッフルパフが確か、真面目に、今、レイカー・クローズだ、確かそんな感じだったけど、間違ったらごめんなさい。だから、要するにスリザリンとグリフィドールだけ押さえてればいい。ここレバンドースなんだ、はい、マルフォイしか知らないし、あの、鏡のやつ、あの、できたやつ、衝撃を回避、いけ、レバンド、まだ終わらせる、ここ、これはない、で、このペースなんですけど、よく分かったっすね。どうなんだろうね、互いに捕まえたらっていう決定だわな、すごいと思う、うん、ばあちゃんが、うん、うん、生で、あ、なんか似てる感じ、レバー3アクション、レバー前、前、それ今、ここおお、なるほど、なんだ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 、あっちいいよ、いいね、君この辺詳しいね、さあしかし負けそうだけど大丈夫、さあちょっと待って、俺今日マルフォイマルフォイって煽りに来たんだけど、組み分け防止に全員殺されたら面白くないんだけど、スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ、
こぎ。行け行け、ここネバここは残る。ちょっと表これは筋の攻撃。これは死ねって。ここはよっというのよいが、はあ、まだおかわり。なんでなんでちょっとね、正直ね、プレッシャーにあまり強くないマブカムさん対処に強い失敗だったもんね。まだ終わらせ、研究しよう。行け、飛べ、なんだ。出ない出ない、絶対出る、絶対出る、絶対出る。当てた。どうだ。さあ、どうなる、どうだ。僕のジャンプが勝った。つまらんもの。さあ、時報で出てくるのは、これはあれですかね、ドラコマルフォイさんですかね。本物のドラコマルフォイさんですか。あのスリザリンの。ここはまだ俺に隠れた。どうだ。行け、まだ俺に研究しよう。まだ俺に研究しよう。行け。今のところ、ダメホイな感じですね。マツホイ、ドリル、なんでここはどうだ。なんだ、はい、なんだ。母ちゃんにバツホイがついてる。なんだ、まだロイだ。しかし、ここは強いぞ。次はどうだ。うわぁ、最強。最強技を持っている。最強技はどうし。うわぁ、試すにアップするかも。ミスホイが多い。アクション。次はどうする。それほど。なんだ、こんな。それほどと。なんだ、そういう。なんだ、そういう。攻撃を解除、破壊し、前。連続。ここは、行け。ここは、無駄だ。どうだ。どうだ。ここは、ここは、出番、これは、今だ。ここ。面白い。なんだなんだ。こっちは埋めてるけどしっかり見てます。無駄だ。マグカップさん結構ガード固いと思う。面白い。そう、固いよ。そのガード面白い。面白く、あのかつて妖精と言われたヒカルトを楽しめるということは本当に面白い。なるほど。ザコエ、で今そんなことを話してるうちにゴロさんが新しい煽りを出してマーカル1段目で2段目も食べても当たる。3段目のゲージがなくなるまでポーンってできるのが今回の効果性だ。行け、レバーだ。そう、煽れるんだ。あ、しない。やっべー、面白い。やっべー、やっべー。あ、マブカプ、お前はい、死ぬのか。いいよ、そういう。あ、無理でした。お疲れー。なんでー。あ、あるよ、これ。あ、なりません。二度と来るな。というわけで、今日の優勝は、マルフォイ、組み分け帽子、ハグリッドの、チームスリザリンです。おめでとうございます。私の第6巻が創作に焼いてる。あんた、じゃあ、組み分け帽子、組み分け帽子どこ行った。組み分け帽子おめでとう。いや、最後だけ活躍できてよかったです。じゃあ次、オチェ、ハグリッド。いつ名前変わったんですかね。今です。じゃあ、マルフォイ、オネフォイ。もう名前が弱え。ダメだ、今日負けまくったもん。すいません、光の戦士に戻します。はい、ありがとうございました。はい、それでですね、まあ今週の、日曜日ですね、千葉 VS、立川八王子、連合軍の、対抗戦、20対20の対抗戦が、ゲームチャリオット5位点の方で行われますが、そのメンバーなんですが決まってます。あ、そう、このメンバーに関しましては続きはウェブでということらしいので、ロチャさんがと
ツイッターかな、誰のツイッターを見ればいいのかな。ロチャさんがこれで集計して最終的にメンバーが発表されるということなので、五郎さんだかロチャさんだか、俺だかのピットを見ていただければ、分かると思います。僕は出ます。なんで、暇な人、千葉方面に住んでいる方、ぜひぜひ、現地で一緒に盛り上げてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは本日はこの辺でさよなら。